皆さんこんにちは、荻上チキです。今日はいじめハラスメント対策に効果がある 1,2,3 という話をしたいと思います。いじめはハラスメントにあった時にどのようにすれば解決につながるのか、どういった対策が効果があるのか、そうした研究というのが様々にあります。そうしたものの中からポイントを3つ、しかも数字に絡めてまとめてみました。まずはその1、ファーストエイド。いじめの相談を受けたりハラスメントの相談をされた場合に、その被害者の方はとても傷ついています。でその方が傷つきから立ち直る、あるいは傷つきから様々な対応のモードに変えていくためには、ファーストエイド、つまり最初の処置というのが必要となってきます。怪我をした場合のファーストエイドであれば、例えば絆創膏膜であるとか包帯膜であるとか、あるいはその骨が折れているのであれば何か添え木をして、そこにこうぐるぐると巻く、あるいはその心肺停止している方であれば心肺の蘇生措置をする、こうした身体的なファーストエイドというのはとても多く知られているわけですね。心においてもファーストエイドというのはとても重要になるわけです。その相談してきてくれた方に対して心理的な安全を提供する、そしてその方にとってのシェルターになる。シェルターというのは、私はその方を攻撃しないよということを保証するような場所ということになるわけです。いきなり一緒に相談しに行こう、一緒に通報しようと言っても、心の安全が確保されてない状況ではそうした解決策に結びつくことは難しい。だからこそ最初に相談された方は、それはとても大変だったねというような格好で適切に傾聴を行っていく、耳を傾けるということをした上で、心理的安全を提供し、そしてどういったことが必要なのかということを話し合う、そうしたことがとても重要になる。これがファーストエイドということになります。2つ目、2人目の離脱者という概念です。これは様々な社会実験が行われる中で、人はこの人を攻撃しなさいということを権威がある人に命令されたり、みんながその人を攻撃しているという状況下に置かれると自分も参加してしまうということが証明されています。一方でそうした実験を行う際に桜の方を入れて、その桜の方がこの実験はおかしい、この実験をやめるべきだということを主張したとします。でさらにもう一人の桜の方を仕込んで、その方もまた私もそれに賛成だ、私もそこから離脱をする、そのようなことを表明した場合、その実験参加者である被験者が離脱する確率が一気に上がるということになるわけですね。つまり誰かがその集団に対して異論を述べる、でも一人だけだとあくまで一人の変わった人が異論を述べているだけかもしれないということになってしまう。しかしそこに対して二人目の賛同者が出てくることによって、なるほどこれはおかしいんだというようなある種の空気が湧いてくる。つまり集団対個人ではなくて、集団が2つ以上に分かれて意見が対立しているという状況を生むことによって、不健全な行動がこの場で行われているかもしれないというアラートを鳴らすことができるわけですね。そうなった時に、何かどこかでいじめの問題が発生していた、それに対して自分はそれに参加しないということを表明することはとても大事なんですが、誰かがそれを表明した時に2人目の離脱者になるということがとても重要になるんですね。最初に言い出す勇気はないけれども、しかし誰かが勇気を持って言い出した場合には、自分はそれに乗っかっていく、そのこと自体がその集団の空気を大きく変えるというようなことになるわけです。こうした集団間のコミュニケーションの空気を変える役割のことをスイッチャーというふうに言います。スイッチというのは、例えば線路が2つあった時に、こっちの道に行こうとしている線路をスイッチングしてこっちに行かせるっていう、そうした意味合いの言葉ですよね。つまり集団がどん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 いじめの方向に進もうとしているものに対してスイッチを入れることによって方向を変えていく、平和へ安全な状況にこう変えていくというような、そうしたスイッチャーの役割というのがとても重要になる。で、一人だけのスイッチングではなかなか集団のモードが変わらなかったとしても、二人目の離脱者が出ることによって、ああいかんいかんというふうに軌道修正されるということがあるんですね。これが二つ目、二人目の離脱者というような概念です。そして三つ目というのは第三者の介入です。第三者が集団のいじめに対して、あるいはハラスメントに対して介入すると、相当の割合でいじめというのは減少します。学校のいじめでも、学校のいじめについて例えば生徒が相談をすると、7割近くはいじめは改善されるというデータがあります。いじめに関してハラスメントに関しては相談しても効果がないというような語りが多いですけれども、データ上はやはり第三者に介入してもらうということはとても重要な意味を持つんですね。これはサイバーハラスメントであるとかヘイトスピーチなどにおいても同じです。で、第三者とは誰か、学校などにおいて、職場などにおいて、第三者というのは人事であったり、上司であったり、あるいは労務管理であったり、先生であったり、校長だったり、いろんな大人であるとか役割を持った人が第三者になるでしょう。だとすれば、ウェブ上の例えばヘイトスピーチなどはどうなるのか。この場合の第三者というのは、プラットフォーマーであったり、あるいは司法であったり、警察であったりというようなことになるわけですね。で、例えば私たちはインターネットを使っている際に、知らず知らずのうちに、あるいは意識しながら、いろんなサイトの中での文体やモードというのを書き換えている、使い分けているということがあると思います。例えばインスタグラムなどでは平和でピースフルな写真だけを上げる、 Facebook の中では友人たちと、愚痴めいたものであるとか、ちょっとした日記のようなものを書く。でも Twitter だとちょっと攻撃的になったり、5チャンネルや2チャンネルなどの掲示板ですと、さらに露悪的になったりと、その
使うサービスによって人々は性格やキャラクターを変えていくということを自然としています。でこれはその世界の中で、その書き込みの中でどういったモードで人々が接するのかということを、そのサービス自体が相当程度規定しているわけですね。その規定要因の一つというのが第三者の介入ということにもなります。つまり様々な投稿というものをネット上にしたときに、そこに対してきっと削除要請をしても削除されないだろう、あるいはペナルティを受けることがないだろう、そうしたような予測が成り立つようなところでは、人々はより攻撃性を増していくということになります。しかし周りの集団の人々が攻撃をあまり行っておらず、しかも攻撃を行うと第三者の介入が来そうだなというような場面、例えばゲームの中のアカウントでヘイト的なことを投稿するとアカウント削除されてゲームができなくなる、そうした時ような仕方でペナルティを公式のプラットフォームが与えてきて、自分が不都合が生じそうだというふうに感じた場合には、人々は攻撃を抑制するようなことがあるわけですね。こうした第三者の介入というものがタイムリーにスムーズに行われるよという予測を与えるということ、こうしたようなこともとても重要になってくるわけですね。で、いじめ対策やハラスメント対策ということで言うならば、自分対相手で解決できない問題であれば、信頼できる第三者に介入をしてもらうということが重要になります。その第三者は会社の上司かもしれない。でもそれが役に立たなかったら、会社の外部の人間、弁護士であったり、あるいはその労働監督基準書だったり、いろんなところに相談していくということが重要になる。社会の中ではしかしまだまだこの第三者の役割は弱い状況というのがあります。プラットフォーマーが介入してくれない、通報しても対応してくれない、そうしたものについては社会システムを改善していくことによって、今より様々なハラスメントやいじめが対策されやすい社会を作っていくということも重要になるわけですね。このようにいじめ対策の 1,2,3 ファーストエイド、2人目の離脱者、そして第三者の介入、こうしたような観点がしっかりとそれぞれの教室であるとか職場などで働いているかどうか、そうしたような観点からもチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。